はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、えー、10月9日にですね、まあ、あついに衆議院解散ということで、えー、15日告示で27日投開票ということでね、まあ、あとりあえず臨時国会終わってしまったわけですが、まあ、一応国民が判断する材料としては、この党首討論しかなかったわけです。まあ、あ9日が当然最終日だったわけですけども、その党首討論でですね、こちらの記事、反省がないんですか国民玉木雄一郎代表、石橋首相に激怒、衆院選政策活動費使用を厳しく批判ということで、 まあ最終日はですね、この国民民主党玉木さんと石破さんの投資討論というのがあったんですけども、まあそこの一幕で、まあ、今回の選挙において石破さんからまあ超問題発言が出たということでね、裏金議員をまあ非公認にしているっていうところは多少の評価はできるけども、 この石破さんってマジで人が変わってしまったんかっていうぐらい中身入れ替わっちゃったなっていうわけで、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。えー、国民民主党玉木祐一郎代表が24年10月9日の党首討論で衆院選で政策活動費を使用すると明言した石橋つける首相に対し、何に使い誰に渡したのかわからないお金で選挙すれば、選挙自体が歪むと批判した。政策活動費の見直しに関する結論を出していくと答弁した石破首相に、玉木氏は反省がないんですか 自民党を変える前に石破総理自身が変わってしまったと厳しく指摘し、党首討論は3回となったと。まあというわけで、まあこの石破さんに関しては総裁選からの手のひら返しっていうのが相次いでるわけですけども、決まった後のこの政策活動費ですよね。まあそこの廃止に向けても、つい最近ですよ。それを発表したのに、今回の衆院選では、その政策活動費を使用すると言ってるわけですよ。 実際そこでの内容っていうのがですね、続き。衆院選で1円も政策活動費は使わないということを明言してくださいと玉木氏が問うと、石破首相は、適法な範囲内において現在許されております政策活動費を使うということは可能性として否定はいたしませんと述べた。これを受け玉木氏は問題発言ですよと批判。国民民主党では政策活動費を廃止したとした上で、収入に関して分からないものを計上して選挙で戦うんですか選挙でどのように使うんですかと質問。石破首相は、 法律に許された範囲で適切に使うということでございますと話したと。まあというわけで、まあ、国民民主党はですね、党首討論の時間が10分ちょっとしかなかったんですけども、まあその中でですね、まあ、この問題発言が石破さんから出たと。さっきも言ったけど、政策活動費の廃止という方向にね、石破さん自身が持っていこうとしてるわけです。これは当然まだこれは法整備されてないわけですけども、言うたら今回自民党がここまで追い込まれてるい由国民に不信感を抱かれてる理由がまさに政治と金の問題なわけです。 当然ね、その経済政策っていうのもあるけども、そこよりも一気に支持率落としたのは裏金問題。言うても自民党の4分の1の議員は裏金議員として言われてるし、納税した議員は1人もいない。さらに、首都を公開した人もいない。政策活動費に関しては幹事長に10億いった。二階さんは5年で50億、茂木さんも1年で10億円もらってるって話がある。 で、そこに対して何使ったのかって言っても、死と不明。で、それが大問題になったわけですよ。じゃあ当然さ、今、制作活動費を使うことは合法ではあるんやけども、今回に限っては使わないの一択しかないわけですよ。で、さらにこれ石場さんも、法律で許された範囲内で適切に使うって言うけども、適切に使ってなかったからこの裏金問題になってんじゃないのその法律の穴みたいなのをさ、自分たちで見つけてきて、そこをついてまでさ、違法行為をしようとしてるやんか。 で、それ問われたらさ、自分の解釈で法律歪めてきたんじゃないのじゃあそれを一般国民がやったらどうかって言ったら完全アウトみたいな。政治家だけは政府。なんなら自民党の議員だけは政府みたいな。そんな感じになってるやん。じゃあタイトルでもあったけど、この場でさ、政策活動費を使わないという名言しない。イコール反省なんてしてないっていうことやん。で、もう一つさ、僕ちょっと残念だったんが、石破さんって言うてもその自民党の中でも反主流派。まあ、自民党内野党なんていう風に言われたのした人ですよ。 しかし、首相になってしまえば、この適法の範囲内において政策活動費使います。これをね、2回繰り返しちゃうわけです。ものすごい官僚の答弁みたいだと思いませんいや、もちろん別に石破さんに期待はしてないけども、なんか今までの石破さんのキャラクターとかを見ると、まさかこんなさ、官僚みたいな答弁をするとは思わんかったなっていうので、結構がっかりしてる部分があるんですよね、僕は。で、その後も石破首相は同様の答弁を繰り返した。 お金で政治をねじ曲げるようなことは一切考えておりませんと述べたが、玉木氏は何に使い誰に渡したのかわからないお金で選挙すれば選挙自体が歪むと批判した。さらに玉木氏は衆院選で政策活動費を使わないことを求めたが、石橋首相はこれから先、政策活動費をどうするかということにつきましてはきちんと結論を得てまいりますと回答した。 持ち時間がなくなった玉木氏は最後に反省がないんですが自民党を変える前に石破総理自身が変わってしまったと厳しく指摘したと。まあ、いううわけで、まあ先ほども言いましたけど反省がないんでしょうね。まあだからこそこんな官僚みたいな答弁もするし、それこそ裏金議員のまあ十何人かなは非公認になってるけども、それ以外はちゃんと公認を出している。反省がありゃ出すわけないよねって。 で、さらにこの石破さんと玉木さんのやりとりっていうのは別の記事でもあってですね、こちら石破首相第二次検討士批判に反論、検討では何もしないことと同じっていうことで、石破首相は党首討論で国民民主玉木さんから、検討というフレーズを繰り返す姿勢を第二次検討士と否肉られ強い調子で反論した。検討士は岸田前首相に命名された不名誉なフレーズと。 玉木氏は、えー、衆院代表質問でも検討を連発した首相を、第二次検討士が派遣され、二代目を襲名したようだと皮肉っていたが、この日も政策活動費の将来的な廃止を検討するという立場の自民党について、行動で示してほしい。将来政策活動費の廃止も含めて検討と、検討、検討検、検討は前の内閣でいっぱい聞いたと批判。第二次検討士になっているが、総理に求められるのは決着と決断だと指摘したというわけで、 そうですよね。結局、この政策活動費の将来的な廃止に関しても検討だ。だから、今回廃止されてないから、石破さん使うって言ってるんですけど、さっきも言ったけど、ここまで自民党がさ、落ち込んだ原因っていうのは政治と金の問題なわけやん。要は、クリーンなお金じゃないもので、政治しようとしてないかって、選挙しようとしてないかって、そもそも政策活動費を将来的に廃止しようと考えてんだったら、別に今回使わなくてもよくないかって。特に今回はそうですよね。でも、石破さんはいやいや、適法の範囲内で使うんです。を 完了答弁で繰り返すわけですから、それは第二次検討しって言われるわいっていう話なんですが、質疑は政策活動費に関するものだったが、答弁に立った石橋首相は、私が初めて防衛庁長官になったのは22年前、町内の文書を検討するで終わることはないと。まあ、終わったこともない言ってましたね。確か防衛庁の文書も認めてない。農水省内閣府でもそうだったと反論。検討、検討、検討で終わるのは何もしないことという意識を持っているとも主張したと。 いうわけで、いやいや、そうなんですよ。だからそれをさ、丸っこ岸田さんに言ってほしい。あれとなった直後もさ、検討検討でマジで検討しって言われたわけやんか。もしくはミスター検討とかさ。今年の通常国会が終わった時でも先送りできない課題がたくさん残ってるから解散しないって言ったわけやけども。 総裁選が終わって、で、石破さんになったらいきなりさ、私はいろんなものを決断してきたんだ。石破首相には岸田政権を踏襲してほしいとかさ、わっけのわからんこと言ってるわけやん。3ヶ月前に先送りできない課題山尾のようにあるっつってさ、なんで全部終わってんねんみたいな。なんならお前のケツ吹いてる石破さんがかわいそうやろと思うぐらいの話ですよ。で、逆に石破さんも検討で終わるのは何もしないことという意識を持ってんだったら、じゃあこの政策活動費の将来的な廃止を今掲げてるのなら、今回は絶対に使わない方がいいやん。 続き、検討し指的によほど怒りがあったのか、政策活動費については、きちんと結論を得て、心してこの選挙を望んで参りたい、っていうふうに言ったと。これ石破さんですね。そしたら、なんと、自民党から拍手が起きたんですけども、そのことに対し玉木さんが、自民党はなんでそんなことで拍手してるのか、自民党を変える前に石破総理が変わってしまった、と嘆いて討論を終えたと。まあ、岸田さんがですね、通常国会終わってから作為送繰りできない課題が山のようにあるから解散しないから、3ヶ月後には全て決断してきました、みたいなね。 まあ、わけのわからん自分なりの結論を出した。と思いきや、石破さんの方は、今までさ、自民党内野党なんていうふうに言われてた。その人は、総裁選で言ってたことと、首相になった2日後にはもう手のひら返し、さらに今回の党首討論でも、こんな感じで喋るんだから、マジで、石破さん自体が一気に毒されちゃった感はあるよね、と。だから、これはもう僕の意見ですけど、今回石破さんが言うべきだったのは、えー、玉木さんとの討論の中でも、衆院選で市と公開が義務付けられてない政策活動費の使用をするというふうに言ったんですが、玉木氏が、 自民党これだけの政治と金の問題を起こして行われる選挙、政策活動費を使わないということを自民党が率先することが第一歩になるのではないかと指摘したということで、そうなんですよ。今回に限っては絶対にクリーンにするべき。 だって政治と金の問題を起こして大批判を受けてんねんから。じゃあ今回この玉木さんの指摘に対して石破さんが言うべきだったのは、これを飲んで分かりましたと。じゃあもう皆さん今回は政策活動費を一切使わない。これで選挙望みましょうでいいや。野党側はさ、まあ、この石破さんの討論に関してものすごいヤジ飛んだわけですから、当然石破さんがじゃあみんなでやりましょうって言えば、いやちょっととなるわけがない。 まあそれこそここは開き直ってでもさ、政策活動費使わんよ。じゃあ野党も使わずにみんなで正々堂々と勝負しようぜでよかったんちゃうのと思うんですけどもね。で、さらにですね、まあこれ国民民主党のね、新馬幹事長ですけども、別の記事でこちら、えー、新馬氏、嘆く、尊敬する石破先生どこに首相は国民との約束破ってないと反論ということで、野党の人たち、なんなら自民党以外の人からすると、石破さんは総裁選からの手のひら返し、イコール嘘ついてました、約束破ってましたっていう事例が多発してるわけ。で、やはり石破さんは 自民党内野党なわけですから、野党からすれ当然さ、この新馬さんのように尊敬する石破先生の可能性はあったわけ。でも、総裁になったらいつもの自民党議員ということで、えー、国民民主党の新馬幹事長は8日、石破首相の初心表面説に対する参院代表質問で、旧知の中である首相の衆院解散をめぐる前言撤回ぶりを投げた。 まっすぐで誠実な私の尊敬している石橋茂先生はどこに行ってしまわれたのかと述べた。新橋はご就任おめでとうございますと言いたいのは山々だがそのお祝いが言えなくなりましたと切り出し、苦節五度目の挑戦でまあ念願の総裁の座を射止めたあなたは長屋で自他共に認める党内野党だった。その頑固な姿勢こそが国民の人気の源だったと述べた。 主流派に媚びずに、正論吐き、長いものに巻かれてこなかった姿勢は、時として仲間から誤解され、疎まれたこともあったと拝察しますが、不器用でもまっすぐな政治家だと思ったからこそ国民は石橋蛭に期待したとしていき、その上で今のあなたは全く別人ではないですか。変説、手のひら返し、前言撤回のあなたに国民はがっかりしています、と、衆院解散時期のブレをはじめ、首相になって物言う持ち味が失われてしまっている石橋の現状に触れた。 ま、というわけで、いや、本当そうですよね。まあ、国民の大半がこの新馬さんの言ってることを思ってるんじゃないですか。まあ、その期待したっていう部分は、その置いといてね。言ってることと違うよね、みたいな。まあ、麻生さんほどではないけども、え、中身入れ替わったのみたいなね。石橋が総裁選の出馬会見で全閣僚出席の予算委員会解散を経た上で真を問うべきと述べたり、総裁選の期間中にもすぐ解散するという言い方はしないと述べたことにも、新馬氏は触れ、あの発言は何だったのか、嘘だったのかと批判。 総理自身がルールを守らず、謙虚さは全く感じられない。総理の言葉に国民の納得も共感も得られていないと訴えた。電源を次々に翻し、筋をねじ曲げて国民への約束を保護にしたのはご自身の判断ですか 古い自民党に取り込まれ誰かに言わされてるのですかと正したというわけで、なんで自分の言ったことを手のひら返すんのなんで嘘つくのっていうことを聞くとですね、これに対し石破首相は、解散時期は私自身が判断したとした上で、総選挙に向けて国民の皆様方にご判断いただける材料を真摯に提供することが大事。 引き続き自分の言葉で語り、国民の皆様にご判断いただくための材料を示していくと述べた。国民との約束を破ったとのご指摘は全く当たりませんと首相が反論すると、議場は複数のやじでざわついたというわけで、いや、そらそうでしょ。だってどう考えても約束破ってるもん。ほんま、一週間前、二週間前の話ですよ。もちろん石破さんからしたら、このようにね、約束を破ったご指摘は全く当たらんっていうけども、でも国民側はさ、いやいや、手のひら返ししてるやんけ、嘘つくなよと思ってるわけやんか。 逆に言ったら、石破さんが今後国民との約束を破らないってどうやって判断すんのって、その判断材料がなかったわけやん。 だってさっさと解散しちゃったんだから。この新馬さんが言ってるさ、国民から石破さんって人気があった。でもその一つの要因っていうのは自民党内野党だからですよ。石破さんの主張が国民目線になってたから寄り添ってたからってわけですよ。基本的に経済の方向はさ、緊縮路線であるからさ、そこまで期待は持てなかったとしても、まあ防災の話、裏金の話等も含めて、やっぱ国民に寄り添ってた感っていうのはあるわけです。僕はそう感じてるわけです。 でもそれがさ、捜査になった途端に、もう自分のやりたい放題というか、国民なんて見てませんみたいな感じになってるやん。んと、ま、あいろいろ言いたいことはあるわけですけども、石破さん自身は、捜査て言ってたことと別に違うことは言ってない。もう国民との約束破り、手のひら返しって言われてるけども、そんなつもりはないってことでしょで、もちろん考え方としてはそうじゃなかったとしても、解散の時期は明らかに、言ってることとやってることは違うやんっていうふうに思うんですが、石破さんの中では違わないわけですよ。 予算委員会をちゃんとやってから国民に真意を問うべきみたいな判断材料を出すべきって言ったのに、その予算委員会すら開かないわけ。党首討論だけで終わらしたけども、石破さんの中で総裁選と言ってたことと何も違わないってことでしょいや正直嘘つくなの一択やねんけどあ、それでもまあ今回選挙になったわけですから、 まあそこも、まあ、約束を破ってない、嘘をついてないと思うんだったら、まあ、それが民意に反映されるかもしれへんし、でも今回の選挙、政治と金の問題でさ、ここまで自民党は叩かれたのに、その中の一つである政策活動費、やめよっていう話もしてるけども、いやいや、適法の中で使いますと。だから結局、この玉木さんが最初に言った通り、反省なんてないっていうのは、その通りじゃないのかなと僕は感じるというところでえ、今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。